何かが起こりそうな4つの顔がありますね。そうなんですね。そして竹内さん、画面右側、左側に変わりました小橋、ついにテレビでのメインイベント登場ですね。これはですね、まあ、家の抜擢という言葉ありますよね、はい、これほどの大抜擢はないですね。鶴田との初コンビ、彼は緊張すると顔が赤くなるんですが、もうすでに赤く好調しております小橋。対戦相手はこの天竜、そしてハンセン。天竜とはこれが2回目、そしてハンセンとは3回目、ハンセンとは3回目、向かっていきました小橋。そしてそれを率いるジャンボ鶴田、今ゴンが鳴りました。60分の一本勝負だ。さあジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田が早くも天竜を捕まえた。天竜は放送席へ、両者の距離が2メートル。天竜を見合っている小橋の表情。とにかく天竜組はこの俺たちは世界チャンピオンだ、鶴田小橋組を10分で、バットに沈める、こう攻撃いたしました。チョッパーを打った、チョッパーを打った、両手の張り手だ。さあそして天竜を投げた、ドロップキック、天竜泡を吹いた。力こぶ小橋健太、いつもは VTR を前座の試合のふるさとの片親です。母1人2人、兄弟は2人です。小橋ふるさとに送っていますが、今日は全国放送で流れます。カバーの体勢、監督小橋頑張った。天竜に反撃の隙は与えない。高橋さん、マレンコに習ったわけではないんですけれども、技のつなぎといいますか、大技と大技の間明るくなりましたね。小橋は成長しましたね、本当に成長した。これが若さの力なんですよね。本当にそうです、見せてくれています。今度はいい形でジャンプするか。さあ今夜3回目の鶴竜、ドロップキック、あそこでラリアット行くか、あるいはハイキック行くか。若さは小橋にありますが、何しろ百戦錬磨。さあ今度は天竜の左右の張り手、大相撲近み天竜チャップ、今度は膝一人先例だ。竹内さん、容赦のない先例ですね。しかし小橋も頑張ってますね。小橋も逆スピンキックを打っています。これです、プロレスはこれです、気迫です。さあ今度はダブルのチャップ、ダブルのここだと八つのサンドイッチ2が出るんですが、八つとのコンビですとサンドイッチ2が出るんですが、さあ小橋形は悪いが、竹内さん魂のブレンバスター、これは根性で投げても根性のブレンバスターですね。思わず竹内さんと私の言葉がぶつかってしまいましたが、根性のブレンバスター、魂のブレンバスターです。形は悪い、しかし頑張っている。さあドダッと追い込んだハイキックとドロップキック、気持ちは分かる、小橋の気持ちは分かる。毒針が飛んでいった、動きはどうか、踏ん張れるか小橋。シャニムにしかしバックを取ろうとしている、この気持ちが嬉しい小橋。みんな崩れるようにジャンボツルタのダッチ。さあ親分が出てきた、足の痛みをこらえる、しかし蹴上げられてしまった。さあスタンハンセン、この辺は天竜とハンセン、実に冷静なコンビネーションを見せています。さあここから分断しようというのか、鶴田を分断しようというのか。さあ天竜チョップだ、汗がパーッと飛び散る、歯を食いしばって耐える鶴田、攻め込む天竜、もう一回いった張り手、今朝打ちチョップ、逆水平かわした、バックドロップ、打つも打ったり、ジャンボ鶴田バックドロップ。やっぱりジャンボはすごいですよね。すごいですね、あの状態からバックドロップが打てるわけですからね。なんという男でしょうか、そのジャンボ鶴田の頑張り、小橋に乗り移ったか。さあ動きが速くなった、4人がリングの中にいる、小橋が飛ぶ、ミサイルキック、ハンセンはジャンボ鶴田を今場外に追いやった。さあ小橋と天竜、ブレンバスターやフィッシャーマン、ブリッジがうまい、ブリッジが綺麗、片方の手で空いている手でブリッジを崩した。さあ場外ではハンセンと釣れた、リング上は天竜と小橋。さあやっと張り手から円錐、これがハンセンだ、完全に分断している。10分で借りをつけるというそういう試合前のコメントはもうこれは成就ならなくなりました。それだけ小橋が頑張っている。鶴田の無冠になってからの、裸になってからの反撃が激しいんです。パワーボム小橋、返せ、ダメだ、返せません、小橋返せません。最後にはサッカーボールキック、いやいや20分を超える大激闘でした。4選手あっぱれと言いたい。最後はハンセンのテキサスロングホーン、そして決まり手となったのは天竜のパワーボム、場外の鶴田の目の前で打っていきました。これだけやっぱりいいファイトをしたんですからね、当然の小橋コールですね。
本当によく頑張りました。特にどの辺が目立ちましたか、高橋さん。これはですね、やっぱりその天竜に10分で KO してやると言われたですね、はい、小橋がここまで頑張って、しかもあそこまで攻め込んだんですからね、やっぱり我々解説するとですね、どんだけやっぱりその小橋頑張るって言葉が出たかったんですね。いい表情をしているぞ小橋、君が明日の君だ。